で、それをなんか裸で100万ポンと渡されたんじゃなくて、財布でこうトンってこう。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。なんか最近職業病で家具好きで店舗いっぱい作るじゃないですか。ここにこの家具を置きたいとかやるんですけど、 C 社だからすぐ穴開いちゃうんで消耗品になっちゃうんですね、家具が。で、人もすごい来るからやっぱ壊れてっちゃうし、だからもうこれをずっと使うんだみたいな思い入れを持って買えないというか。いや、それは店だからだよ。まあそうですね。ただ自分が遊ぶ場所が店なんで、置きたい家具って店に置きたいじゃないですか。でもそれは感覚やっぱ違うって。例えば自分がタクシーやっててランボルギーニ乗りたいかっていう話になるのと一緒で、まあそうです。だからそんな高いのを買ったりしないですけど、うん、ただまあリサイクル業やってるんで、まあ、高いのも安く入ったりするじゃないですか。でなんかこう200万円ぐらいのソファーを置いて翌日に穴開けられたりとか何度も経験してて、うわーっていうのはもう消耗、家具は消耗品なんだって思うようになっちゃう。僕はでも家具は消耗品だっていう感覚はないからさ、あの家具は相続するものだと思ってるから。あ、なるほどなるほど。そうだから自分が死んだ後にこの家具は誰にあげようとか、200年300年続くものだと思ってるから、ちゃんとメンテナンス、そうっていうものしか買わないようにしようって、じゃないと思い入れがなくなるって。なんかもう数年経ったら交換みたいなものって、消耗品感覚で物を見てしまうと、経済としてはいいのかもしれないけど、自分のこだわりとしては悲しいなって気がするかな。そうですね。まあ逆に僕はあんまり家にいないんで、家の家具とか全くこだわれてないんですよね。欲しい家具だと、あ、じゃあこれどこどこの新しい新店で置こうみたいな発想があるんですけど、家とかはもう子供とかだとじゃあトランポリン代わりにそこは使っちゃったりとかしてるから、さすがにそこになんか今置いてもしょうがねえなみたいなのもあったり。でもなんか家具を見たりとか、なんか触ったりこう、まあ、実際仕入れてみたりするのはすごいワクワクする。でもさ、子供がいるからあると思うんだけど、子供に残せるものってお金だけ？うちは代々そのお金はもう揉めるもの元だから、あの自分で稼いだものは使い切って死になさいみたいな教えが代々こうなんかあるんですよね。だからお金を残したいみたいな感覚はないんです。じゃあ残せるもの何？教育。そう。でも教育って目に見えないわけじゃん。正解がわからない。うん、もちろんもちろん。だけどさ、例えばこれはおじいちゃんから代々受け継がれたものだよとか、これはお父さんがのあなたのために残してくれたものなんだよっていうのって、形として残って、実際に それがあるからその人を思い出すってあると思うんだよ。はい、そうですね。で、僕はその家具っていうのはそういうもんなんじゃないのかなって思ってて、例えば車ってそれ無理じゃん。うん。でも家具ってこれはねってあなたのおじいさんがって言われると、やっぱり例えば自分のじいちゃんやっぱ自分のばあちゃんのことを思い出すきっかけになるものだと思うし、そうですね。そのぐらいまあ着メンテすればずっと持つようないいものであれば。そう。でも本来家具はそういうものなんだって僕は言われたから、そうやって教わったから、だからやっぱり家具が好きなんだと思うし、そのなぜヨーロッパの家具が素晴らしいのかっていう、その家具を勉強した時にね、そうやって教わってすごいんだなって。うん、家具はヘリテージだって言われて、そうなんだって、それにやっぱ衝撃受けて感動して、それからなんか家具の見方が変わって、消耗品じゃないんだなって、ただ座るだけのものじゃないんだなって。だからうちに来た時にうちのダンサーとかには
この家具はなって言って一つ一つ説明する、はい、そうですね。マレーシアも東京のご自宅もこうどこに座るかっていうのは楽しみになりますもんね、うん、あここも座ってみようとかってなんか思いってなるじゃん。でしかもそうやって一回教えるとダンサーが今度友達を連れてきた時にこの椅子はさって言ってそうやって座ってるけどもってこうこれこれこういう椅子なんだよっていうのを説明できるじゃん彼が。ってマジでってなるじゃん。そうやっぱりそういうのが必要だと思わない？そうですね。あでもそこにはすごい、まあ、物欲という言い方なのかモチベーション湧きますね。なんかこうマレーシアに例えば家族で移住します。じゃあ、まあ、それこそ学さん流のその家の選び方とか、まあ、そういう意味ではその家具の置き方とかなんかこうそれをどういう目線で後世に残すようなものとして買うのかとかそういう感覚であれするとそこに一個一個のピースをちゃんと揃えていくとか選ぶとか、まあ、もしそれが背伸びしなきゃ買えないようなものだったら頑張るとかすごいワクワクしますね。そうで例えばそれがねその家にはその感覚ある人っているじゃん、はいはい、家を買ってその家は死んだらもうお前のものになるよとかっていう感覚があるんだったら本来家と家具ってセットだから、うんうん、そうあるべきなんだよ、うんうん、そうですね、そうじゃん、うん、だけど家まで消耗品になってる感覚の人たちがすごく多いから、うんうん、だから代々っていう考え方がなかったりとか、うんうん、特に都会に住むと消耗品生活に慣れてしまう人多いでしょ。悲しくない？そうですね、うん、やっぱりもちろんそれがあるから経済は回るっていうその合理性は分かるんだけれどもその消耗品じゃない生活、うん、引き継いでいけるものっていう感覚を手に入れるのも人生の大きな目的なんじゃないのかなっていうふうには感じたりするけどね。そうですね。そういう目線で選んだりとか購入を含めしていくっていうのがなんかちょっとワクワクしてきました、うん、さっきあのほら時計の話したじゃん、はい、興味ないって、はい、だから僕は時計自分で買ってもあげちゃうんだよねすぐに人に段差に、段差にねすごい時計しちゃう頑張れよってでお前が自分の力で買った買えるようになっていいものが買えるようになったら今度はそれをお前が認められるやつにやれって頑張れよって、じゃあダンサーのいわゆる近しいダンサーの支援の人たちっていうのはみんなその音楽さんから譲り受けた時をしてる感じと思うよ。もらってない人は何かしら問題があるんじゃないと思うね。僕が認めた人間っていうか僕のそばにいる人間には僕は時計は渡してるから。で逆にもうその分また買わないといけないわけですよね自分用の1個は、ね、何個まあまあもちろんずっと気に入ってつけてるから僕は何個も何個も買えないから、だから自分の中でいい時計ってしか僕は持ってないんだけどそのいい時計の中でもつけなくなってる時計ってあるじゃん、はい、でもやっぱり時計ってつけないともったいなくて、はい、だったらつけてくれる人につけてもらいたい。でもそのいい時計だから誰でもあげるわけじゃなくて自分が認めた人、うん、いや頑張ってもらいたいと思う人にあげたい。もらった本人もめっちゃびっくりするでしょ。あでも逆にその噂が広まってもらえるようになるぐらい認めてもらえるように頑張ろうみたいなのがダンサーの人たちの一つのそのあれなんですかね。どうなんだろうね。それはちょっと本人たちに聞いてみないとわからないけども彼らがそれも含めて頑張ろうと思ってくれたら嬉しいし、うん、それはちょっとわかんないな。でダンサーさんだけじゃなくていわゆるその会社のメンバー、いわゆる高見さんとか、そういう人たちも同じくっていうんですよね、うん、すごい血の結束みたいな感じでちょっとマフィア感あるよだからなんか
これは僕が以前に言われたことだけど、財布とかはお金持ってる人からもらえとかね、うん、財布はお金持ってる人からプレゼントしてもらえ、自分で買うなとかね。ああそうなんですか、うん、でそういうふうにされてるんですか。そうね、だからプレゼントするものは財布か時計かで、時計は自分の身につけたもの。で財布も古い財布は残してる。あげるように。そう、うん、じゃあ学さんもいわゆる20代30代の時は逆にそういうメンターの人たちからもらって、もらった、もらってた。うん、でもなかなかこう男性が男性に財布ってあげないじゃないですか。あのね、お金をねもらう時があって、ゴンってその時に現金を裸でもらうんじゃねえんだよね、財布ごともらうんだよね、お使えって。かっこいい。それどんな世界ですか。巡り合ったことないけどな、でもその時にもらった財布ってやっぱすごい嬉しくてさ、それは財布をあげるためにお金も入れてるってことですか。空の財布じゃ野暮なんですかっていうことですね。どうなんだろう、やっぱり何か祝い事があったりとかした時にパッとなんか財布を渡されるのってすごい嬉しくて、なんか裸でもらうのと財布ポンと渡されていいか使えって言われるのと違うよね。なんかすごい嬉しさが全然違うんだよね。なんかあのお金だけもらうのってなんか祝儀みたいなもので、祝儀受け取ったみたいな感じなんだけど、これでこれでちょっと飲んどいでとか言われて、若い頃飲んどいでって言われても飲むのに100万もかかんないわけじゃん、はいはい、だけどなんかそういうことをしてくれる人たちが なんていうか、やっぱ兄貴分の人たちがいて、その人たちがなんかこうポンと渡してくれる、渡してくれたその行為がやっぱ嬉しくて、でそれをなんか裸で100万ポンと渡されたんじゃなくて、財布でこうトンってこう、いやそんなんできるようになりたいな。でも渡されたことが僕が嬉しかったから僕もしてるっていう。渡されたことないな。そんな渡され、どんな勝新太郎さんみたいな出会ったことない。だから少なくなったんだろうね、そういう人たちが。でそれはやっぱ少なくなったんだと思う。だいぶ昔はそういう文化があったから、例えばライブに来てね、あの花台とか置いていく人たちめちゃくちゃ多かったんだよ。今ないもんそんなの。僕一回びっくりしたのは、ライブにゲストで呼んだ会長が、ライブのチケットって一番高いチケットでうち6万円ぐらいかな、でゲストで呼んだ会長が花台って言って、花台って言って置いてったのかな、あのこまあ要は楽屋見舞いかなって言って渡して、パッて開いたら200万ぐらい入ってて、いやいやいやいってやっぱ思うじゃん。だけどその当時のマネージャーが、あの尾形健さんの元マネージャーが僕についてて、でいやこれはって言った瞬間に、それは受け取らないとダメですよって、相手の気持ちなんでって。Don't forget to always walk on the wild side.